はい、皆さんこんにちは、 T-ROCKS の投資です。いつもありがとうございます。音量を上げてっていうことについてね、お話したいんですけど、これはどういうことかというと、ライブのリハーサルの時にね、バンドメンバーがある、あのバンドメンバーが他のバンドメンバーの楽器に対してもうちょっと聞こえないから音量上げてよっていう、このことについて話してるんですけども、これはね、当然自分の楽器が弾いてますね。自分がもしじゃあギタリストだとしましょう。ギタリストね、ギタリストで上手でギター弾いてます。そしてベースの音がちょっとね、なんかスタジオでやってる時よりはちょっと聞きづらいな、もうちょっと聞こえた方がいいな。まあスタジオっていうのはね、やっぱりね、狭いし、まあアンプの向きが結構みんなの方向いてる場合があるからね、やっぱりね、ステージよりはね、飽和状態になるから、まあ、結構でかく聞こえてると思うんですよ。でステージっていうのは割とステージの方向いてるんですよ、アンプがね。うちはちょっと内側向いてるので、それから奥行きも多少あるので、ちゃんと漏れて聞こえてくるんですけども、もしこれがですね、非常に奥行きがないライブハウス、ステージが奥行きがなくて、そしてアンプの向きももう真正面向いてる場合って、音がこっちへ漏れてこないじゃないですか。なのでちょっと聞きづらい、こういうのありますよね。でしかも真ん中にドラムいますからね。なのでお互いにね、ちょっと聞きづらいっていうのはね、これはね、ありえる。でその時にもうちょっとじゃあボリューム上げてくれと相方にね言う場合、ここで注意したいのが、まず一つはですね、自分の音が大きすぎるからベースの音をマスキングしてるんじゃないかっていう考えがまず一つ、ここをまず考えてください。人の音を大きくしてくれって言う前に、自分の音が大きいんじゃねえかと、何かその音を邪魔してる大きいものがあるんじゃないかってまず考えることがまず一つ先決ですね。そしてその時に、あれよく考えたら、なんか自分の音がでかいんだなと、自分の音が大きくて他の音をマスキングして聞こえなくなってんだなと思えば、下げればそれで済みますね、はい。でそれとはまた別に、ドラムの生音をか、考えてみて、自分のギターの音を鑑みると、あ、でもちょうどいいな、これでいいと思うな、ね、ちょうどいい音量だけど聞こえない、はい、この2パターン全然違うじゃないですか。もう対処が違うわけですよ。自分の音が大きいのに聞こえないからって、じゃあそっちも上げてくれって言ったら、もう全体に大きくなっちゃいますもんね。だからこれはね、対処法が違ってくる、ね。そして後者の場合なんですが、自分の音も適切であると、でもやっぱりもうちょっと欲しいと、ベースの音が欲しいと、例えばで、そういう時どうすればいいかというと、まあ、PA さんに相談するのがいいでしょう。自分の方ね、上手のギターなんですが、ベースの音がもっと聞きたいのですが、ベースアンプのボリュームを上げて対処した方がいいでしょうか、それともモニターから返してもらった方がいいでしょうか、それからベースの人にもそれ以上音を上げてもいいかいって聞かなきゃいけないんですよね。ベースの人はね、自分はまあこれでちょうどいいんで、これ以上大きくしちゃうとなんかもう弾けないよってなるかもしれませんから、ね、そこも難しいところ。勝手にね、自分の好みだけでね、上げろ下げろっていうのもね、ベーシストの意見を無視してることになっちゃうんでね、ダメなんですけれども、ね、それもあるので、その辺をちょっと考えて、あとそれからもう一つは、もしベースアンプの音を上げた場合、これボーカルに結構影響あると思うんですよ。真ん中にリードボーカルがいると仮定してね、リードボーカルにも影響あるわけですよね。何かの音を上げたり下げたりするわけですから、ですからギタリストだけが自分の好みでもっとベース上げてくれとか、何か下げてくれ上げてくれっていうのは、いろんな人に影響が出る、ね、いろんな人に影響が出るんだよってことを考えて発言する。そして PA さんに相談するのがいいと思います。そうすると PA さんはベースアンプの音がそんなにまだ大きくない状態だったら、ベースアンプの方で対処してもらっていいですよってもなるし、逆にもうベースアンプの音は結構大きくなってて、これ以上上げちゃうとやっぱ外音にだいぶ影響しちゃうなって思ったら、じゃあモニターから返しますよって言ってくれる場合もね、多いと思うんですよ、ね。そしてそうですね、今言ったみたいに第三者をそうやってかます、 PA さんをかますと、 PA さんが気を利かしてボーカルの方歌いづらくないですかとか聞いてくれる場合もあると思うんですよね。そうなってくるとボーカルさんも、あ、ちょっとこれ以上大きいと歌いづらいですとか、あ、全然大丈夫ですとか、いろいろ言いやすいっていうパターンもね、あるかなと思うんでね、うん、そうですね。なのでちょっとバランス的なものに関しては、まずは自分の音が大きすぎないのか小さすぎないのか、いろいろ考えてみる、それから対処を考えるという感じですね。
ですね。でまあまあ T-ROX ぐらいだと奥行きが4メートルぐらい、あそんなねえか、まあでもまあ 3,4 ぐらいあるの で横もまあそんな広くもないけどめっちゃ狭くもないんで、でアンプ類も結構後ろの方にあるので結構放射状に出ていくのでそこでほぼバランス取れます。これで全く聞こえないとかっていうのはちょっとね、バンド内の、ね、パワーバランスがおかしいと考えてください。このくらいの広さだったら、このくらいの広さだったらモニターに頼らなくても全部の音が聞こえるはずなんで、はい、この辺はちょっと一つの目安にね、もし T-ROX 作ることがあったらねしてみてください。さっきも言ったように、ね、一番初め言ったようにね、本当にねものすごい奥行きがないとかね、ものすごくこう狭いとか、ものすごくそうですね、ドラムがすぐここにあるっていうライブハウスやっぱあるんですよ、どうしても。そういう場合はねちょっと難しい、それは仕方ないと思います。これはもうバンド側の責任じゃないと思うんで、それはもうちょっと仕方ないなと思ってちょっといろいろ工夫しましょうね。アンプの向き変えるとかね、もしバンドライブハウス側に言っていいよって言ってくれたらやったりとかね、あとはモニターから何とかしてもらうとか、しょうがないですね。ですけど T-ROX ぐらいの広さだったらまずは頼らなくても大丈夫なはずなんで、その辺ちょっと目安にしてみてください。はい、ありがとうございました。